太古式マッサージ、太古式マッサージ、太古式マッサージ、通称、ナワット・ファンボランは、体伝統の一種のマッサージであり、指圧によるもみ動作だけでなく、四肢を曲げ伸ばすストレッチを含んでいる。古式とあるが、西洋近代医学を取り入れたアレンジも行われており、宮廷に伝承されたものには、ストレッチの技法はない。ナワット・ファンボランを正確に翻訳すると、 古式マッサージないし伝統的マッサージであるが、現在、タイマッサージ、古式マッサージ、伝統的なタイのマッサージ、タイのヨーガマッサージ、タイの古典のマッサージ、タイの生態、受動的洋ガ、あるいは支援付き洋画としても知られている。本来の一部であり、長い伝統医療、宮廷医療としての歴史がある。1990年代にスパにおける健康法、 美容法として行われるようになった。現在知られるものは1980年頃を境としてタイ政府の後ろ盾を得ながら復興、構築してきたタイ式医療の一部やタイの無形文化遺産であり観光文化の質と目されている。近年ではタイ以外の国々でも健康法やリラクセーションとして親しまれている。タイ式マッサージは本来タイ伝統医療の一部であるが タイの伝統医療はインドで成立した仏教医学やアーユルベーダの影響を受けていると考えられ、伝統的な体役理論を特徴としている。秘術者はマッサージのコースの間に多くのヨーガと同じ体位をさせられるのが特徴である。シャーマニズムやアニミズムとも深く関わっており、本来ボーンナイフを使った荒漁師や清水を使った除霊や薬草学等と組み合わせた 古式総合医学として認知するべきであるが、マッサージ主義のみ、クローズアップされ現在に至る。こういったトータルで、手術できる人は、タイ本国でも減ってきている。達人と呼ばれる人は麻痺などの治療も行っているが、現在それらのノウハウも廃れてきている。この独自のマッサージ手術法のルーツは、およそ2500年前に遡ると考えられている。タイでは、 シバカ加護マラバット、コビコクマールバッチャとして知られる、ブッダの主寺院によって、タイに導入されたと信じられている。仏教の伝来と共に伝来し、タイの寺院で発展した。宮廷でも、医療の一環として行われた。アユタヤ朝時代の文献、ナラーイオーの薬法には、マッサージが宮廷で、治療法として用いられたことが記録されている。 宮廷の中にはマッサージ師という職位があり、比較的高い地位であった。1887年には王立シリラート病院が開設され、宮廷医療と栄養近代医療が併用されたが、1915年にタイの伝統医療による治療、教育が禁止され、医療の現場では行われなくなった。1970年代風、世界保健機関は、1978年の アルマータ宣言でプライマリヘルスケアゆう保健医療政策の理念とその目指すべき方向性を示し宣言ではプライマリヘルスケアに必要であるならば伝統的治療者の力も利用することといったことが述べられ各国の伝統医療復興大きな影響を与えたタイでも伝統医療復興運動が起こりタイ政府は自国の伝統医療を再びその中に取り込み始め 1980年代から始まったタイマッサージ復興プロジェクト、1990年の体式医療の制度化で医療に復活した。また、早稲田大学スポーツ科学学術院の小木曽公平は、1970年代後半から1980年代前半にかけて太鼓式マッサージに注目した外国人がタイの学校に学びに来るようになり、 この流れもグローバル化に寄与していると指摘している。政府の再編成によって体式マッサージは体式医療を構成する一分野として体系化されていった。おぎそは政府による体マッサージの体系化は知識における二つの両野に分けて行われたと考えることが可能である。一つは医学的正当性を構築するための知識であり、 もう一つは歴史的正当性を構築するための知識であると述べている。政府の再編成で医療としての価値と文化としての価値を高めた太鼓式マッサージはそれによって経済的価値をも高めた。1992年にタイで初めてスパが開かれて以来、スパはタイの代表的な観光地となり、現在ではタイ政府が推し進めるヘルスツーリズムの中核的な 観光主源となっている。また観光体験としても人気がある。飯田純子、田辺茂治は、太古式マッサージを含む体式医療は、近代医療への会議から始まった、大体として、脚光を浴びたにもかかわらず、結局は、権力の主体である政府の保健医療政策に、組み込まれ、医療化されたものとして捉えている。主にそのスタイルによって、大きく二つの流派に分けられている。 タイの公衆衛生省は、宮廷式と民間式に分けて考えており、宮廷式は指圧を中心としたマッサージであり、民間式はストレッチをよく用いるマッサージとして区別されている。また南北で分ける考え方もあり、南部式スタイル、俗に、万国スタイルと呼ばれるでは、指圧療法が強調されるのに対して、北部式スタイル、俗に、 チェンマイスタイルと呼ばれるには、ストレッチ動作が多い。ワットポー伝統医学校、ワットポートラディショナルメディカルスクール、WTS のスタイルでは、指圧の他に、患者の腕を伸ばしたり、腰をひねったりするストレッチの要素が含まれている。観光客向けの店や日本の店では、ワットポー式のタイマッサージを行っていることが多い。ため、タイ古式マッサージとは、 ストレッチの技法を使うものだと思われがちだが、宮廷に伝承されるマッサージには、こうしたストレッチの技法は存在しない。小木祖公平は、ストレッチの技法は、比較的高年になってから付け加えられたもので、この改変は、ワットポー伝統医学校が中心となっていったと、されていると述べている。マッサージの近代化にあたって、 西洋現代医学的検知から汎用性が高く、活大多数の人が運用するにあたり安全なものに再構築した影響が考えられる。現在よく見られる太鼓式マッサージは次の通りである。マッサージ秘術者は着替えた後、マットレスの上に横たわる。マッサージ施術者は手と前腕を使って、強固なリズミカルな圧力を秘術者ののほとんどすべての 部分ににかかるように押す。一般にマッサージは体の線と呼ばれるエネルギーラインに従う。ある動作では手術者の足と足は秘術者の体あるいは手足を固定させる他に使われ、またある動作では手で体を固定しながら足でマッサージをする。通常オイルは用いられないが、時々秘術者の体を温め沈めるために熱いハーブの包帯が使われる。一般に 体のマッサージのフルコースは2時間あるいはそれ以上続く。フルコースには、手指、足指、耳などを引っ張り、指関節をほぐし、秘術者の背中を踏み、回転する動きなどで秘術者の背中を指なりに曲げることを含む。マッサージに標準的な手順とリズムがある。秘術者は仰向けになり、足の手術から始まる。 手術者は呼吸の速さで非手術者を圧迫していくことが理想とされる。大きい集団マッサージでは、大部屋20人以上の非手術者が入れられ、手術者たちが集団で一斉にマッサージ手順を行うこともある。太鼓式マッサージは、タイのスパ産業の中心となっている。2006時点で、タイ保健省が認定するセラピストは約4万人、そのうち、 スパ部門のセラピストとして認定されているのは約1万人。さらに、太鼓式マッサージの資格取得者、経験者が2万人程度いると言われる。太鼓国外でも人気となっている。タイでは太鼓式マッサージの学校が開かれており、国内外の生徒が学んでいる。例えば、外国人に認知度の高い学校として、現在タイ伝統医療の象徴として人々に認識されている。 仏教寺院ワトポーと深いつながりを持つワットポー伝統医学校がある。1957年に設立され、おおよそ1970年代後半から1980年代前半にかけて外国人も学ぶようになり、近年ではワットポー伝統医学校の生徒の8割は外国人である。マッサージの学校には、タイの教育省から認可されている学校もそうではない。 学校もあるが、認可を受けていない学校でも、口コミやインターネットで評判が高まり、ある程度の生徒を集めているものもある。太鼓式マッサージを習得した外国人の中には、帰国してタイマッサージ学校を開き、オリジナルの教科書を出版する者も,もいた。例えば、アメリカ人のアンソニー・ジェームスはで1984年に、ワットポー伝統医学校で学び、ITTA を組織し、 教育プログラムの開発を行ってお、アショカナンダの異名で有名なドイツ人のハラルド・ブルースはサンシャイン・ネットワーク、ザ・サンシャイン・ネットワークという組織を立ち上げている。オギソは外国人が組織する学校やその教育プログラムではマッサージだけではなく、ヨーガ、太極拳、券、礼器、アーユルベーダなどの他の健康法も学習内容に含むことが少なくないと指している。 日本でも手術を受けられるサロンや学べる教室が増加している。タイの学校と連携した資格ビジネスも流星している。日本とタイは2004年2月より EPA の交渉を開始し、2005年9月の大筋合意を経て2007年11月に発行した。この中でタイ人介護福祉士、スパセラピストの受け入れが協議されており、2015年9月時点で、 競技継続中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。